はい、どうも、百均にです。今回気になった商品はこちらになります。湯たんぽ。これね、まあ、ダイソーで売ってたんですけど、まあ、この寒くなってきたこの季節、あったかコーナーみたいなのがね、できたんですよ。で、今回この買ってきたのは、610ml の、ちょっと小型の湯たんぽなんですけどね、400円で買ってきました。なんでこれを買ってきたか。まあ、これ紹介したい理由っていうのが、これから冬キャンプ行く人、これ持って行ってください。めっちゃ便利です。これね、僕もね、よく冬キャンとかするんですよ。これではないんですけど、その前からね、ダイソーとかで売ってた湯たんぽを一人一個持って行ってたんですね。家族でよく行ってたんですけど、これね、冬、本当にね、雪の降るような寒い時でも、これ持って行っとくと、ある程度朝まで快適に寝れます。電源サイトとかでね、電気カーペット持ち込むとか、石油ストーブ持ち込むとか、そういう人は別ですよ。テントの中多分おそらく結構あったかいと思うんで。ただ、もう本当に僕らはそれ電源サイト絶対使わない派なんで、持って行っても薪ストーブなんですよね。なのでね、薪ストーブも寝る前に火はくべてから寝ても、もう数時間で、ね、いい薪使ってないんで、冷えるんですね。もう本当ね、そうなると、いくらいい寝袋を、で寝てても結構寒いんですよ。まあ、そんないい寝袋も使ってないんであれなんですけど、でもこれ寝る前に冬場なんで絶対火炊くじゃないですか。なんでもう夜間のお湯をねどんどん沸かしておくんですよ。特に雪降ってたら雪溶かしてお湯沸かせるんで、それで便利なんですよね。でもう寝る前に熱々のお湯ここに入れて、で寝袋の中に一つ放り込んでおくんですよ。そしたらね、意外に朝までそんなに冷めない。まだぬるいぐらいの状態で朝迎えれるんで、結構これ便利なんですよ。なのでもあの冬キャン初めて行く人とかは絶対に持って行った方がいい。カイロもいいですけど、これもあった方が面積大きいんであったかいから、これはおすすめです。で、湯たんぽは絶対いいんですよ。で、これがね、ダイソーで400円で売ってたので、この400円ならありかな。最近湯たんぽもどこに売ってるかもよくわからないぐらいのレベルなんで。これちょっと見ていきたいなと思ってます。裏にも書いてあるんですけど、110度まで大丈夫なんで、なので沸騰したお湯なら全然大丈夫なんですよ。基本お湯100度ですから。で、まあちょっと実際中見ていきたいと思います。シャッキリ物はね、こういうものちょっとしっかっついゴツゴツしたこういう、なんていうんですか、プラスチック製なのものになってます。で、まあ、一応、こう、ちゃんとね、しっかりした製品ですよっていう保証のシールも貼ってあるので、約3年間は買ってから保証されてるっていうぐらい、まあ、しっかりしたものですね。まあ、蓋はこういう形で、これも蓋もね、厚みがあって、水も、お湯が漏れないようになってます。ちゃんと下にここパッキン入ってますから、まあ、これと、ここでね、しっかり密閉されますんで、お湯も、もうこぼれる心配もない。で、あとはもう本当、ここにお湯を注ぐだけなので、あの、夜間からね、直接こちらに入れてしまえば大丈夫。で、サイズもこの大きさ。まあね、ちょっと手のひらより少し大きいぐらい。なので、本当にあの、持ち運ぶ部分にもそんなに大きく感じませんし、あの、寝袋の足元に一個入れとけば結構なぬくさになります。で、あの、カイロとかだと、まあ、結構ね、もう貼っつけたりとかして、位置決まってきますけど、これだと足元に入れてて、上半身が寒いなと思ったら、抱え込んで寝ることもできますからね。あの、そういう部分も含めて湯たんぽがおすすめです。はい。もうこれ実体験から、あの、勧めさせてもらうと、僕の実体験では、この湯たんぽは本当にあってよかった商品ですね。冬のキャンプで一番あってよかったもの。で、ただね、これ、このままだと、直接お湯注ぐとね、この表面がすごいあったかくなるんですよ。そうなると、あの、低温やけどとかの注意も必要なので、まあ、使用方法はちょっと気をつけてもらいたいんですけど、まあ、タオルにくるむとか、そういうのもあるんですが、ダイソーの方で、こういったね、湯たんぽカバー、これも200円で売ってるんですけど、まあ、柄も、これ今回買ってきたのこのグレーのシンプルな柄なんですけど、何種類か柄あったので、はい、で、中もこういうね、起毛の素材になってて、で、まあ、もう本当これお湯を入れて、まあ、お湯入れた段階だとこれ自体もすごい熱持つんですっごい熱いんですけど、これにね、くるんじゃん。こうしちゃえばちょうどね、いい感じのぬくもりがね、ここから伝わってくるんですよ。
それはね、ほんと便利です。僕も今使ってるのは、まあ、ここまでね、多分昔買ったやつなんで、値段はね、もうちょっと安く売ってたような気がするんですけど、商品も全然物も違うんでね、こっちの方が多分いいんだろうと思うんですが、これはね、湯たんぽ、本当に便利でした。雪の中での雪中キャンプとかで行くと、本当にね、夜寝れないこと多いんですよ。寒くて。まあ、よく見かけるのは、やっぱり電気カーペットとか、テントの中に持ち込んで、ぬくぬく寝るというのも一つですし、まあ、石油ストーブだったらね、石油が切れるまではずっと朝までついてるっていうのはあるんで、そういって暖を取ってる方もよく見かけたんですけど、我が家は基本的にそういったの使わずに、薪ストーブ持ち込むことを基本してたので、なんで、薪ストーブをね、炊いてるときはいいんですけどね、ほんと寝てしまうと、もう寒くて寒くてたまらないっていうのがよくあったんで、初めて行ったときはね、こう湯たんぽ持っていかなかったんですよ。そしたらもう本当にね、朝方とか寒くて、全然寝れなくて、数時間、1時間、2時間でもう目が覚めて寝れなかったっていう苦い経験があったんで、で、そこから今度ね、湯たんぽを持っていくようにしたんですよ。そしたら結構朝方までね、快適に寝れるようになりました。あとは寝袋のね、性能とか、まあ、着込み方とか、いろいろあると思うんですけど、本当普通にこれあるだけで、だいぶ違いますんで、冬の寒いキャンプの寝る時には、寝袋の中に一つ入れとくっていうのは、はい、おすすめします。またキャンプも行きたいんですけどね、なかなかちょっと行く暇がないんで、今、またどっかで行ければいいなと思ってます。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら、紹介したいと思います。それでは。